皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。再スタートします。ああ、やっぱりタイヤ10インチといえども4本積んでたんで、下ろしたらだいぶ軽くなりますから、車の走りも軽くなったでしょうね、きっとね。軽くなったと思います。まあおかげさまでヤフーオークションに出品しておいたら売却落札される運びになりましたので、それの引き渡しの準備に入ろうと今思っております。まずこれが車体側から来てるでしょ、来てるでしょ。で多分これがドライブレコーダーなんですよね。でこれがタコメーターじゃないですか。ちょっと確認します。よいしょ、これがタコメーターなら、もう配線はこのままね、です。それで、これだ。タコメーターはこれですから、こうやって自分でこうね、私の場合はただの転売ではありませんので、自分が乗っている時にこうやっていろいろいじるわけですから、自分が気に入ったようにこうやっていじってるわけなので、よいしょ、戻すときは結構大変ですよね。これは電気来てんのかな。来てますね。これでいいんだ。よし、タコメーターの配線はこれでいいので、でこれも外せました。あとはドライブレコーダーですけど、それも上から追ってくれば外せますよね。いいですよね。外れた。外しました。で確かここにビニールテープがあったと思うんですよね。ビニールテープとハサミ。いや、私この車を手放しますと、久しぶりに1台所有っていうことになるので、人間が1人しかいないですから2台同時に乗れないので、1台所有してれば十分かなって思いますけど、複数台乗ってる方ってみんな結局そんなにこう、なんでしょうね、仕事とかで使ってれば別ですけど、そんなに乗る機会ないですよね。私もこれ楽しもうと思って趣味として購入した車ですけど、やっぱり乗る時間ないんですよね。なのでまあそれも含めて判断して、買った時の値段よりもかなり安い値段ですけど、それでも楽しんだ分だけはちゃんと楽しみましたから、それはそれでよしとしたいと思います。よし、これでよしと。これで、あ、時計も私の時計なので外させていただきます。あら、蓋取れちゃったこんなテープ、両面テープ、強力なやつでつけた記憶がないんですけど、わあ、本当に強力なんだな。まあいいや、これで、あとは何でしょうね、 OK ですよね。これでプレゼントするんで、でこれは私の GoPro 台座ですから、剥がさせていただいて、よいしょ、それでこれも取らせていただいて、あとこれはですね、これは前に娘が作ってくれたものだから、こうでしょ。外側にも一個釣り革があるの、外側にも釣り革があるので持って帰って取り付けたいと思います。取り外したいと思います。だ、これはまだいるね。これはまだいる。よし、じゃあいいかな。これで、これも私のオリジナル作品なので、取り外します。これも私のものでしょ。よし、これも私のものでしょ。よし、いいですかね。
よいしょ。これもオリジナルに戻してと。ね。よし。よし、OK ですね。よしと、あれ、よしと、これで、あれ、どこ行っちゃった？こんなことまでやってしょうがないね。よしと、ここも片付けるものがかなりありますが、ちょっと一気に持っていくことはできそうもないので、この次の時にしたいと思いますね。よしよし、 OK です。それではフロンテの動画はこれで終わろうと思います。どうもありがとうございました。失礼します。